なんでそんな寝起きドッキリみたいな声なんですか？今日はですね、実は私の家じゃないんです。なんとですね、今日スタッフの妹さんのご自宅にお邪魔してます。お邪魔させていただいてます。めっちゃ白くて可愛いご自宅なんですけども、今日はですね、洗濯槽の中がどうなってるかっていうのを見ていきたいと思います。今日はリリの出張デーで、訪問、この洗濯槽クリーナー、洗濯槽を掃除したらどうなるかっていうのを、一人暮らし女子のリアルやっていきたいと思います。楽しみ、はい、では行きます。こちらが洗濯機が置いてある場所っていうことで失礼します。お、縦型じゃん、こんな感じですね。見た目普通っていうか、東芝の洗濯機ですね。これはいつ買われたんですか？1年半前にメルカリでもらいました。メルカリメルカリちなみにおいくらで手に入れられたんでしょうか？7000円です。すごい事務所のおもちゃのミーレより安いですよね。事務所ね、ひのちゃんこれ買いましょうよって言って、洗濯使いますよって買ったおもちゃのミーレ12000円。7000円、7キロ、一人暮らしでは結構大きめですよね。ですね、洗濯物汗かいたりするので量が多いのと、7キロの洗濯機をめがけてメルカリで、はい、すごい、ちゃんとやっぱ台は超お金いるっていうことを見越して2人暮らしでも十分ぐらいの洗濯機です。これすごいのが付け置きコースあるんですよ。わー、知らんかった。知らんかった使ったことないです、ね、クイズです。この中で押してはいけないボタンがあります。何でしょう？スピード？そう、ピボーン、スピード、なんでですか？このスピードで、まあ、急いでるからスピードにするけども、まあ、洗剤半分ってことはすすぎの回数1回なんですよ。ってことはちゃんと汚れ落ちてない、見落ちちゃう。なるほど。で、急いでるからってスピードを押すと結局自分に返ってくるので、標準ですね、点滅って書いてるのすすぎ1回なので、点滅じゃなくて点滅してないモードでやりましょうね。開けていいですか？はい、どうぞ。はい、ああ、いい感じ。いい感じ。いい感じですか？これ、でも十分綺麗な感じしますけどね。これ、開けていいですか？どうぞ。あ、汚いわ。いや、いいです。おー、これ中にこぼりたまる式なんです、ね。あ、まだ、あ、これ外？え？外です。中があります。あ、これ待ち。こんな感じですね。これここを毎回実は掃除しないといけなくて、毎回やってると全然の洗濯物の匂いが変わります。ここにもう匂いがついてるので、これがもう一緒に混ざってるっていうことなので、わざわざ匂いをつけていってるよりかは一回一回やると常に綺麗だと思うので、ここ洗った方がいいかもしれないです。たまにカスみたいなのが洗濯物ついてる時あります。ここかな、ここから出ちゃってるかな。これは洗います。洗剤はどこから入れるタイプ？ここか。洗剤でもそのままジェルボールなんで。あ、ジェルボールを普段お使いっていうか、はい、洗濯槽はいつ洗われたんですか？1年前、はい、1年前に洗われた洗濯槽がどんな感じか今から洗っていきたいと思います。ひろちゃん、洗濯槽洗った？あの会社の企画で洗いました。それ以降洗ってない。それ以降ちゃんと洗ってないですね。今回は、リネンのタブクリーナーという洗濯槽クリーナーを使って洗濯槽の掃除をしていきます。工程としてはとても簡単です。洗濯槽にぬるま湯ですね、30度から40度のお湯を張って、これを一袋丸ごと入れます。3、4分間洗濯機で運転した後、その後2、3時間放置します。放置した後、標準コースで運転してピカピカになります。道具とかって使うんですか？普段は使っても使わなくてもいいんですけども、もし洗濯槽クリーナーを入れてすごいゴミが出てくるようでしたら、こういうですね、100均、これダイソーで買ったものなんですけども、すくうものがあると便利です。もしこれがなければ、代用としてストッキングをハンガー、針金ハンガーにかぶせたものとかでも OK です。であとゴム手袋がある方がいいです。普
さんここからお湯が出るタイプの洗濯機ってほとんどないんですよ。なのでお湯をここに大容量で張るっていうのはバケツで入れるとかめっちゃ大変じゃないですか。なので今回はお風呂用のホースを使います。この時に注意点なんですけども、節水だからといって入った後の風呂水は使わないでください。っていうのはお風呂入った後ってやっぱりこの体の皮脂の汚れとかたくさん出てるのであまり良くないです。不衛生です。なので綺麗なお湯を張ってそこからお水を入れていきます。その方がバケツで全部溜まるまで入れるよりは楽です。先ほど30度から40度ってお伝えしたんですけども、できれば40度の方がいいです。っていうのは40度の方が洗濯槽のクリーナーが最大限効果が発揮されるので、まあ、お湯は40度ぐらいの方がいいです。ただしですね、50度60度とかなると洗濯機に排水とかに負担がかかりますので40度ぐらいがちょうどいいというふうに覚えてください。はい、はい、では今からお湯を溜めていきます。洗濯槽が1杯ぐらいになるので結構なちょっとお湯の量になるんですけども、溜めていきます。40度分かりました。手で分かりますではこちらで一旦止めます。こちらの風呂水用の給水口ですね。普段ちょっとつけ置きしたいわ、でもお湯入れるの大変っていう方はこういう形で綺麗なお水を張っていただいて、ちゃんとこうお風呂から洗面所にある洗濯機に届くようになってます。でこうカチッとします。カチッてなりましたね。で風呂水給水口って書いてるのでこれで電源入れます。ここに風呂水っていうのを必ず選択してください。洗いって書いてるんですけども、一回これで水位を満杯までします。これですね、56リットル、これでいっぱいになります。ここでスタートボタンを押します。このすすぎになる前、洗う前にですね、一旦溜まったなと思ったら一回止めます。リネンナの洗濯槽クリーナーがいいポイントは、普段総洗浄って8時間から10時間ぐらいかかるんですよ。でこれってほぼ1日じゃないですか、起きている時間の。なので1日全然使えなくなってしまうんですね。でなのでお湯を使えば 2,3 時間でつけ置きで OK っていう風な設計にしたので、この場合は標準コースにして洗いになる時間の時に一旦一時停止します。で一旦スタートしますね。最初はこの普通の水道水が出るんですよ。1分間ぐらい風呂の水出てへんには出せると思うんですけども、1分間ぐらい経ってからこの給水後の給水が始まります。あ、これで始まりました。ウィーンって音が変わったと思うんですけども、出てきました。これ開けててもいけるんや、すごいね。おー、めっちゃ多いよ。いつもフィルターをかませてるんですけども、今あえてかませてません。これ見ていただいて分かる通り、ここにホコリとかが入るようになってるので、ここがやっぱりこう綺麗になってないと一緒に洗っちゃうことになって、その空間の中に入ってしまうっていうことが分かると思うので、フィルターはこまめにお掃除した方がいいと思います。はい、あとまだです。あ、ここで止まっちゃう。なので一旦ここで洗濯槽クリーナーを入れます。これはですね、 Amazon か楽天かリネナの公式ショップでお買い求めいただけます。投入します。もうこのままごそりいってください。蓋を閉めないとダメだそうです。閉めます。それではですね、数分経ってますので一旦停止をします。どんな感じになってるか、今あわあわです。この状態で 2,3 時間放置します。放置するときってドア閉めますか？どっちでも大丈夫です。もしあの小さなお子さんがいらっしゃるご家庭の場合は蓋を閉めておいた方がいいです。もう一つ注意点なんですけども、特にパートナーの方に 2,3 時間放置してるから触るなって書いておいた方がいいです。これをそのまま止まってると思ってスタートボタンを押しちゃってつけ置きをせずに流しちゃったご家庭の方がいらっしゃる。もしかすると子供も注意なんですけども、大人も注意です。知らせてあげてください。ではこれで 2,3 時間待ちます。今放置してまだ30秒ぐらいなんですけど、泡の下からなんか出てきてます。これ、あ、もしや黒カビというやつじゃないですか。
やだってなるね、やっぱりね。実際見るとこの中で洗濯機回してるってね考えるとね、嫌なこと言うよね。ホコリですね、はい、これはちょっとゴミなので捨てて、普段あのお持ちのマジックにとかで洗ってください。なるほど、これにもマジックにとかつけると、もうこんなんはもうマジックリンとか、ご家庭のお持ちのもので、やると。水洗いと、なんか、使い捨ての歯ブラシだけでやってます。普段はそんなんでいいんですけども、結構汚れてるなーってなってる場合は、今回、まあしっかり洗濯槽も洗う日なので、洗ってピカピカに仕上げるといいと思います。マジックリンとか使われた時の注意点は、必ず泡がなくなるまですすぎ。入るっていうことですね。洗濯物と一緒に入るものだと思ってください。必ず最後まで綺麗にすすぐ、すすぎが大事です。ホコリがあると詰まります。なので、こういう網がない場合は、先にホコリを取ってから洗ってください。もう詰まった場合は、パイプマンしかないですね。この歯ブラシで、ゴシゴシ。こういうのもなんか、落ち着いて洗えると、この子たちも気持ちよさそうですね。優しくこすってあげてください。ちなみにこの、やっぱりこう20代女子ってすごいね。めっちゃいい匂いする。アロマローズの香りって、ほんまにアロマローズの香りする。すごい。普通の洗剤っぽいマジックリンしか持ってなかったので、お宅訪問をすることで発見があるし。でも運動不足すぎてさ、めっちゃ腰痛いし。やばいな。この体勢でさ、ねじれる。ねじるだけでほんまに。家帰ったら、マソマジックリンでやろう。こうやってみて、なんかすごい簡単じゃない？めっちゃ簡単です。こんな感じ。そう、ちょっとビフォーアフターで。こんな感じです。これめっちゃ便利ですね。これ100均？100均です。すごいよね。もう買い物上手やな。これ洗うのとないのに全然違うので、100均に買えるみたいです。いろいろ勉強になるよね、こういうさ、なんかアイロン、ヘアアイロンとか。2個使い分けてるよ。それでは2時間経ちましたので、ゴミをちょっと作っていきたいなと思います。あ、こんな感じで。そんな汚れてないね。奥側はあるわ、ほら。こんな感じでカスですね。比較的に黒カビが起きづらい洗剤を使っててもこれぐらいは出るんですね。あ、そうですね。実は洗濯切って洗濯の洗剤と水質によってもこのカビの出やすさって変わるんですよ。今回はまあ合成洗剤をお使えるジェルボールのお使いということだったので、石鹸洗剤、石鹸を使ってるよりかは黒カビはそんなに発生はしてないんですけども、出やすいご家庭は石鹸の洗剤を使ってるっていうところと、あともう一つは結構水がきれいなところ、意外なんですけども、水がきれいなところってことはほぼ山の水であったりとか、あと水質が綺麗なので琵琶湖から京都流れて大阪までっていう風に繰り返して使ってる水を使ってるよりも塩素の濃度が少なくいけるので、微生物もあるということで黒カビが発生しやすいです。なので田舎にお住まいの方の方が、実は黒カビめっちゃ出る、何回も出るっていうのはそういうことで、石鹸洗剤を使って洗濯をされてる方の洗濯槽はこちらです。これと比べるとやっぱりこのゴミは出てるんですけども、うんうん、量が違う。このまま流すと黒カビのカスが溜まってしまうので、うん、もう一度ここで普段のお洗濯ですね、洗いからすすぎ脱水っていう工程でおしまいです。ここで注意点なんですけども、先ほどあの洗ったフィルターですねは再度入れてください。フィルターを入れずに洗ってしまうとカスが排水溝に溜まって、で水が詰まる恐れがあります。なのでフィルターはそれを止める役割ですので、必ずフィルターをしてから洗濯なさってください。今日はですね、ちょっと徹底を掃除ということで、洗濯機周りの汚れ、意外にホコリついてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ダイソーですっごい評判なんですけども、使ってみたいと思います。こういう縁って手入れられないじゃないですか。確かに。ここね、ホコリ結構溜まってるんですよ。ここ、うん、これすごい取れる。これ誰が考えたんでしょうね。内装の人すごいね。これこんな感じで結構奥までゴリゴリ。なんかやっぱ溜まるんですよね。こういうところも。あ、確かにそこなんか拭けそうで拭けないところも
こんな感じで取れます。ここまで水が溜まることはないので、洗濯物にじゃあ影響あるかっていうとここまではないと思うんですけども、こういうところもせっかくなのでお掃除してあげるといいかもしれないです。めっちゃいいね。あとティッシュで拭いとくかな。これ使ってみたかって。なんかこの洗濯機を喜んでる感じがするよね。すすぎ2回で出す1本で OK です。でおそらくまたフィルターにゴミが溜まると思うので必ずフィルター取ってお掃除してあげてください。でこの工程で洗濯槽はきれいになります。めっちゃ簡単ですね。めっちゃ簡単。はい、それでは洗濯槽の掃除こちらで以上終了となります。いかがでしたでしょうか。意外に洗濯槽の裏側って汚れていて目には見えないんですけども、毎日お洗濯をしていて洗える部分ではないので1ヶ月に1遍ぐらいはお掃除してあげるといいと思います。今日はどうでしたか。思ってたより簡単で、あんなに汚れが目に見えてごっそり取れるのがすごい、なんかやってて楽しかったです。面白いなと思いました。よかったです。なんか一見めんどくさそうに見えてもやり始めるとすごい綺麗になっていくのがわかるので、洗濯機もなんか喜んでくれてるイメージがありますし、次に洗濯するとき絶対綺麗になるっていうのもわかるので、ぜひ皆さんお試しになってみてください。それでは次回もお楽しみに。